測らなきゃいけないやん、宮里。分かった、はい、熱測っていこうか。はい、熱が測れないって。399度。黄色で入ったつもり、黄色で入ったんですけど、警察捕まってしまった。赤信号、信号無視です。信号無視なんじゃ今。ギリギリセーフと思ったんですけど、はい、失礼しました。あ、いけませんね、本当。止まらにゃいけん。止まらにゃいけませんよ、皆さん。警察で今から捕まります。あれ、あれ今から走るんか、はい、うん、お疲れ、今から走るんかって言った。走る、早く走ってこい。あ、かっこいいとこ通っちゃうかな、かっこいいとこ撮っちゃおうかと思った。社長来てないな、今な。こけよった、スリッパで走るわけ。いや、ついてた。ちょっと川見に来たか。今ええ感じやな、魚がおるな。あいつらも遥か遠くまで行った。走っています。僕のフォームの孤島側です。孤島側です。うわ、孤島側いいね。やっぱり魚がおるわ。魚がおる。小さい川は魚おらんやったけど、やっぱ大きい川は魚がおるね。登りよる。おお、飛んだボラが魚が喜んで登っていきよる。あー、気持ちがいいな。この川に座っちゃうだけで気持ちがいい。今から道場です。今日の仕事は道場で終わりです。あー、魚がいいな。登ってますよ、魚がいっぱい。いっぱい登りよる。魚半丁な。動画は。どうした？何が悩みか。ポッポ言うてみ。見積もり書が悩みですか。見積もり書、え、関係ないやろ見積もり書は。でも、いや関係あるんですよ。なんでや。あの平米の見積もりとか出さないといけない。ああ、お前が作らなきゃいけんのか見積もり書。要はそう、頭がありけん悩むっちゅうことか。そういうこと。俺もっと深い悩みかと思うっつったら軽い悩みじゃない。もっと人生に悩んじゃうんかと思ったのにから。何で悩んだ、それ悩んだ。なんで俺できんしなくなった。そうで
それはすぐ解決するや。そんなこと。え、浜ちゃんできんの？教えてもらえ。いや、教えてもらったけど、じゃあできるかな。できんのにお前は開業するんか。やりますもんね、うん、開業したよ、もうミサヤは開業しました。一人でやります、うん、すごいやろ、親方になったミサヤ一人親方。俺のこと社長って言うんだよ、お前。あんまりタメ口で書かれるよね。社長、おい社長、社員何人おるんか。ポポ釣れたか。え、一応取った。ウベは釣れようんじゃないの？釣り人が多いの。なんかイカがやるようやつが。ウベはどうなん、上がりやん。人上がりやん。さっきで 1.7 上がったん。え、ポッポがあげたん。いやいやいや、俺じゃない。友達があげたん。いや、なんかおじいちゃん。おじいちゃんが、え、銀行始めて4日目のおじいちゃんから。そうなん。ええー、わ、おりの。へぇ、カニさん、うん、これはええ、動画にあげてんの。へぇ、そうなん。誰か、道場で釣りの話をするな。カンちゃんは